まあ、今週強行採決という形で、はい、まあ、石原さん自身は去年の7月1日にそもそも閣議決定した段階で、まあ、大問題だっていうご指摘をされてるんだけど、結局そこからスタートしてついに、うん、まあ、あの衆議院通し、事実上これでもう法律の可決もほぼ確実になったと。あの今日まあそれがメインのテーマですけど、その瞬間というのは石川さんどういうふうに受け止められました、通しちゃった時。その瞬間の意味ですけども、うん、あの、まあ、まずその、まあ、委員会を通過して、うん、で本会議を通ってしまったというその瞬間が大事だったのか、それとも昨年の7月1日が大事だったのか、そこのところは、うん、そう簡単じゃないと思うんですね。私はどっちかというと7月1日が大事だったというふうに後から評価されることになるんじゃないかなというふうに思うんです、うん、7月1日にこの閣議決定を行った際に、本来その、まあ、いわば法論理上許されないことを実はその時点でやってしまったんだと、うん、いうことが大事で、まあ、そこで橋を渡っているということですか。そのまあいわば論理的な帰結が、うん、この数日のですね、まあ、ひどい出来事ということだと思うんですね、うん、で、まあ、やや口はばったい言い方になるかもしれませんけれども、まあ、6月ぐらいからですね、うん、私の先輩の長谷部康夫さんをはじめとするまあ、憲法学者が、まあ、それなりに頑張ってですね、で時計の針を多分7月1日までは戻せたんじゃないかと思うんですけど、その前に戻すことはできないまま、まあ、運命の日を迎えたというそういう感じだと思うんですね、まあ、あくまで集団的自衛権ではなくて個別的自衛権の範囲ですよというのは、これはまあ言ってみればこの今育ててるのはウグイスですよという説明を国民に向けてやってるわけですよね、うんうん、ところがこれ集団的自衛権をこの、まあ、いわば解禁状態にすることによって、まあ、何を狙ってるのかというと、まあ、一般には抑止力を狙ってるっていうふうに考えてるわけですよね。これによって抑止力が増すと。ところが抑止力っていうのはこういうそのあくまでウグイスなんですよという説明をしていたらですね、発生しないわけですよ。そうですね。うんうん、それは絶対に発生しないわけで、これぐらいのことで、その、まあ、仮想敵国がですねビビったりすることはないわけです。だから逆に言うと対外的にはこれはホトトギスだと言わざるを得ないわけですね。それが まさに外交というもので、だからこれは内向きにはウグイスだと、そんなに危ないことではないですよって説明をしているわけですけれども、外国向けにはですねホトトギスだというふうに説明せざるを得ないわけです。そうでなきゃ抑止力なんて発生しないわけですから。ってことはですね、結局ホトトギスになっちゃうというそういう話なんですよ。だから内向けにはこれ大丈夫ですよって言ってるわけですけれども、実は非常に弱い歯止めしかついてませんから、対外的にはもう集団的自衛権というそのシグナルを送るしかないし、それに見合ったあのプラクシスをですね伴わせるしかないということになってきますから、だからこの法制の仕掛けの一番危険なところはですね、そこなんじゃないかと、うん、抑止力というのはでもその反撃能力をちらつかせて抑止することだけれども、これを救助の下で持てるという解釈がどこをどう振って出てくるのかが、玄人ももちろんですが素人の私でも全然わからない。しかしなんでいつの間にかそういう話が堂々と分かり通っているのかと考えると、まさに去年の7月1日のね、その閣議決定で解釈会見ができる、あるいはそのためのお膳立てとして内閣法制局長官をお友達にすげ替えるというね、こういうことをやってきたということですよね。今回のまあ採決でもいいし、去年の7月1日でもいいんですけど、その我々のね、これさ、まあ、戦後の終わりっていう言い方もされたけど、その日本の市民社会がって言い方がいいのか、それも含めて先生に聞きたいんだけども、失ったものっていうのはね、そこで毀損されたものは 何だってことになりますか、うん、いろんなものは毀損されたと思いますね、うん、これだけの無理押しをしたわけですから、うんうん、まずはその理屈を突破されたっていうのが非常に痛いと思うんですよ。理屈を突破された、うん、憲法学者が今回いろんな形で言おうとしたのは理屈が通らない、うん、そうですね、いうことですね、うんうん、でさっき申しましたようにとにかく理屈だけで、
その本当は恐ろしい権力の顕在化を防ぐというのが法治主義、立憲主義ですからね。だから理屈だけは守ってもらわないことにはどうにもならないわけですよ。本当は理屈でコントロールされるはずの権力が理屈を跳ねのけてしまったことをね、法的連続性の切断っていうふうにおっしゃっていて、法の破砕とも言ってるね、はい、法の破砕あるいは法の連続性の切断、これは実はクーデターにも比するべき振る舞いだっていうふうに石川クーデター論をちょっと、はい、これね、うん、一応ちょっとこんなの先生の書かれたあのあれから作ったんだけど、まあさっきあの石川先生がまあなんかおかしなことが起きてるけれどっていうのをおかしなことを一個一個見ていくとね、まあ一つブレイクダウンしていくとこんなふうになると思うんだけど、佐々木総一先生のねお話を引いて、あの合憲違憲とは別に立憲非立憲っていうカテゴリーを使って記述することが適切だとおっしゃっておられるので、はい、ちょっとそういう言葉を使ってちょっと説明して、はい、ちょっと、まあ、特にここ、はい、まあ、特にここをちょっと先生に説明していただきたいんですけども、はい、どういうことなのかっていうのを、じゃ あ, あのこの憲法の空文化の前のですね、はい、まあ、いわば第ゼロ章としてですね、ゼロ章、違憲合憲と立憲非立憲の話をいたしますけれども、はい、まあ、佐々木総一っていう京都大学、うん、京都帝国大学で活躍された立憲主義者がですね、違憲合憲とは別に立憲非立憲という問題を考えなくちゃいけなくて、それはとりわけその立憲的な政治家は、そのことを重視しなくてはいけないのだということを言ってるんですね。で当時の憲法っていうのはこれは、まあ、まあ研究者としてはあまり乱暴なことは言いたくないんだけど、まあ、あえて乱暴に言うと外憲的立憲主義というふうに言われたものなんです。外憲的外見的立憲主義っていうのはこれもちろんあの一定のバイアスというか評価を前提にしたあの説明なんですけども、どういう評価なのかというと、形の上では立憲主義なんだけれども、あの中身は専制主義だという捉え方なんですよ。つまりその真髄まで立憲的権力になってなくて、実は外側だけ立憲主義をかぶっていると。だからまあよく使われる比喩としては、こう立憲主義の衣の中に専制主義の鎧が見え隠れしている状態だというふうに言われるんですね。でこれはどういうふうに現れるかというと、憲法に書いてあることは約束したから守りましょうと、でも憲法に書いてないことは原則に戻って専制権力としてやらせてもらいますと、これが外憲的立憲主義の典型的な現れ方なんですよ。でそういう状況の中で佐々木先生は、仮に憲法に書いてないこと、あるいは明確に違憲だとは言えないことについても、本当の立憲的な権力であるためにはその前にそれは非立憲ではあるんだと、合憲かもしれない、少なくとも違憲とは明示的に言えないかもしれない、一見極めて明白に違憲ではないかもしれないけれども、しかし非立憲であるという考え方を身につけなきゃいけないと、自然にブレーキがかかるようにしなきゃいけないんだということを、まあ力説して、まあ、対象デモクラシーを演出していかれたわけなんです。でそれがあの一つ の, あの大きなあの目安になると思うんですね。だから立憲非立憲なんてことを今言わなきゃいけないのは実は絶望的に残念なことで、今目の前にいる権力はもうすでに専制権力であって、で日本国憲法を外憲的立憲主義のいわばその様相でもって扱おうとしているということですよね。